はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルページです。では今回は新ギレンの野望復活のララ続きをプレイしていきたいと思います。歴史介入ポイントを使ってララを逆襲のシナリオに介入させて完全エンディングを見ていこうという企画になります。前回までにですね、事実上の独立宣言と宣戦布告を地球連邦政府に対して行って、フィフスルナの地球への攻撃作戦、それとルナ2の制圧戦を行ってきました。今回はその続きで劇中でも激戦となったアクシズ、この攻防戦を行っていきたいと思います。すでに一部部隊はですねアクシズに送り込みました。なのでこの後アクシズを制圧、さらにね、核パルスを取り付けてそれを地球に降下させる、落とすという作戦を行っていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。アクシズに動員した兵力が少し少ないかなっていうね心配があるので、モビルスーツを失わないようにしっかりケアしながらプレイしていきたいと思います。でこのアクシズ戦に関してはですね、アクシズが地球へ移動を開始した後には部隊を追加でこのアクシズに送り込むことができないので、本当に節約をしてしっかりモビルスーツを守る、温存するっていうね、そういう戦い方と並行してアムロの排入ガンダムが途中からこのアクシズに現れるので、そのアムロの排入ガンダムをねいかに抑えるか制圧するかっていうね、ここ2つポイントとして挙げておきたいと思います。ではアクシズ攻防戦、まずはね、敵の勢力圏内にあるこのアクシズを制圧していきたいと思います。戦力は十分でありますので、シャアのナイチンゲール、さらにイリアのサザビー、そしてララーのアルパジル、これをうまく使ってですね一気に制圧戦進めていきましょう。これでアクシズの制圧が完了です。モビルスーツ戦艦合わせて46のユニットを今アクシズに置いているという状態ですね。報告します、アクシズの制圧が完了しました。敵部隊が反抗してくる様子もありません。報告します、アクシズとルナ2の制圧に成功しました。アクシズの質量とルナ2から搬出した核兵器をもってすれば地球に核の冬をもたらすことが可能です。アクシズ落とし作戦を提案します。はい、アクシズ落とし作戦ですね。これを一度実行に移すとアクシズから退却することはできませんということですね。でこのアクシズ落とし作戦に関しては完全エンディングを見るための条件がまた複雑になっていきますので、ミスがないようにですね、しっかり確認しながらプレイをしていきましょう。で46のユニット、これ多い少ないでいうとちょっと心もとないんですが、もうここはですね勢いのままに一気にアクシズ落とし始めていきましょう。ではアクシズ落とし始めます。ついにこの時が来たか。アクシズ落とし作戦を実行する。これより我が軍はアクシズ落とし作戦を開始する。地球へアクシズをぶつけ地上に居座り続ける者どもを一掃する。宿願の達成は目前である。あともう少しの間諸君らの力を貸してもらいたい。アクシズ、ハマーンの居城として地球圏に対し猛威を振るったかつての宇宙要塞で、今では連邦の管理下に置かれ宇宙空間に漂う巨大な岩塊へとその身を落としていた。シャアはこの因縁の地を地球へぶつけることで地球人類の抹殺を完遂させようとしていた。シャアの野望を食い止めるためアクシズへ急行するロンドベル隊、迎え撃つネオジオン軍。決戦の時は近い。今アクシズの核パルスエンジンに火が灯されようとしていた。緊急事態です。アクシズにロンドベル隊が出現しました。我々のアクシズ落下作戦を阻止すべく大部隊を展開させています。アクシズの核パルスエンジンを破壊されないよう十分にお気をつけください。意外に遅かった。モビルスーツ部隊はアクシズの北限より攻撃、
味方にやられるな。はい、アクシズ核パルスエンジンの防衛になります。でここはですね、先ほどお話した通り完全エンディングを見るための条件がいくつかありますので、まず最初にそれを説明したいと思います。1つ目がですね、この核パルスエンジンなんですけども、3つ用意されています。3つのうち1つないし2つまで破壊をあえてさせてアクシズ落としを失敗にさせる必要があります。3つ全部破壊されてしまうと史実エンディングになってしまうので、1つないし2つ、もしくはですね、核を搭載したムサカの4番艦、これが途中から合流してきますので、このムサカの4番艦を撃沈させる、まあ、あえて撃沈されるって言った方がいいのかな。まあ、そのいずれかの条件を満たす必要がありますので、ここ間違いがないようにしていきましょう。でアクシズですが、ご覧のようにこんだけの部隊がね、今展開しているという状態なので、これらの部隊を相手にしなければいけないということになります。ではアクシズの方の初期配置をちょっと考えておきましょう。まあ、強力なマップ兵器使えるのがですね、イリアのサザビー、あとはアルパ、ララ、そしてシャアのナイチンゲールになりますので、これをねバランスよく配備しておきましょう。まずナイチンゲールですが、ナイチンゲールはそうだな、どこに配置するか本当にちょっと重要なので、ちょっと頭を悩ませましょう。はい、配置完了しました。まず左下にはシャアのナイチンゲールを、そしてマップ中央左、核パルスエンジンに最も近いところにイリアのサザビーを配置しています。でマップ右上にはララーのアルパで、一番ねちょっと厳しくなる可能性があるのがマップの右下、ここにはレズンのギラドーが配備しています。で排入ガンダムがですね、このマップの左側、ごめんなさい、右側から入っていきますので、ここにはですね、まあ、打ち死にしてもらう用のガザシーを、配備しているという状態ですね。で、肝心のアクシズ中央はですね、捕獲したジェガ、これを配置してあります。これで、アクシズの核パルスエンジンを守る戦い、行っていきたいというふうに思います。さて、アクシズの方ですが、味方ネオジオン軍が63部隊に対し、連邦ロンドベルは88。まあ、ただこれはですね、ニュータイプたちのマップ兵器で一掃していきましょう。レズンの中域が一番きついかもしれないな。ここうまくアルパとかも使って防衛を行っていきましょう。ミサイルも落としていきます。配置を確認しておくと、一番敵が多いのが、うん、やっぱウゲンだったな。ここにはしかも迂闊だったな。巡航ミサイルがある。これアルパージール急いで南に向かわせましょう。これで撃破する。ファンデルで一掃する。まあ、これで終わりますね。でこう右上から入ってくる部隊ですね、ジェガン12、クラップ級、レウルーラの可能性、ラーカイラムの可能性もありますが、いずれにしてもクラップ級ですね。これをキュベレイだけで戦うのは厳しいな。キュベレイ誰も乗ってないですからね。そしたらジェガンも向かわせましょう。ここは取らせない。レウルーラがアクシズの中心部を守ります。サザビーのイリアもここはもうファンデルで仕留めちゃいましょう。シャアのナイチンゲールもここは砲撃で一撃死させます。こんなところかな。で基本的にはですね、核パルスエンジン3つあるんですけども、このうち1つを破壊させて
ムサカ級の4番艦は温存できたらいいかなと思います。ムサカ級の4番艦をね撃沈させてもいいですよと、先ほど完全エンディングを見るための条件の一つとしてお話したと思うんですけども、むざむざムサカ級4番艦という戦力をね失う必要はないので、この核パルス1個を破壊させてもいいよっていうね、そういう体制で臨みましょう。そう考えるとここの一番左の核パルス破壊させてもいいかもしれないな。となるとサザビーはマップの左上敵の攻撃に向かいましょう。あえてこのね、一つ核パルスを破壊させるというのもありだな。そうしましょうか。ではそれでいきます。2つまでは破壊されても OK です。まずはシャアのナイチンゲールでファンネル攻撃、マップ攻撃を行ってここに展開している敵部隊を殲滅します。まあ、シャア、サザビー、シャア、ナイチンゲール、まあ、どっちでもいいんですけど、いずれにしてもね火力が出ますからね。そしてこのララーのアルファシールも火力はむちゃくちゃ出るので、ここに展開している敵部隊を一掃できると思います。ただここにはアムロの排入ガンダムが後で入ってくるので、それとやり合うとね、さすがのララーのアルパージールも撃沈されてしまうリスクが非常に高いので、ここを撃滅したら離れましょう。お、ケーラの利活水だな今のは。核パルスに敵も取り付きましたね。こっからはちょっと慎重に行かなきゃいけないな。まずここは破壊させていいでしょう。核パルス1個ちょっと難しいけど、攻撃で確実に仕留める。で心配なのがこの軽落機かな。この軽落機を潰しに行きましょうか。シャアで索敵して、まあ、攻撃でいいかな。普通に攻撃します。アルパはこのまま南下して敵のミサイルを落としに行きましょう。一応ねこの2つ目が破られないように近くには展開しておきます。レズンは能力的にはどこまで上がってる ?20 になってるね。アリアスが18。まあ普通に戦ってれば20には達するかなと思いますね。ではガザシー部隊ももうアムロに備えて展開しておきましょう。アムロの撃つマップ兵器の餌食になってもらうしかないっていうね、ちょっと悲しき定めではあるんですけども、ではこれでちょっと様子を見ましょう。核パルスを1個早々に破壊させておくというのは、まあこのあとね、その条件、完全エンディングを見るための条件をいろいろと思案する必要がなくなるので、もうここでね破壊させてしまいましょう。あえてでもケーラのリガ髄はここで撃沈撃墜できましたね。頑張りすぎだ。それでは私に勝てんぞ。イリアド、サザビーのファンネルによるマップ攻撃です。これで左上から入ってきた敵の部隊をね殲滅できればよし。もし取り逃しがあればギラ動画を配置してあるのでギラ動画で残りを倒していきます。結構残ったね。
さあ、ここは確実に数を減らしていきます。私に核パルス1個破壊させましたね。これはあえて破壊させたと言ってもいいので、特に気にすることなく、2つ目3つ目はちゃんと守りましょう。ニュータイプは なんか撃ってきたな。ミサイルを撃ってきたね今ね。アクシズの左舷核パルスエンジンが破壊されました。報告します。アクシズの核パルスエンジンが一気に、レズンがここで撃破されるとレズンは死亡扱いになってしまうので、レズンは撃破されないように気をつけましょう。これ以上破壊されると最終加速が難しくなります。十分にお気をつけください。さて、そしたらレズンをちょっと下げておくか。ちょっと怖いですからね。でララーの方はファンネルで数を切り取りましょう。ちょっと待ってね、ファンネル攻撃怖い、敵の核攻撃怖いですよね。なのでここで仕留めましょうか。レズンは大丈夫か。一応パワーマックスにはなってるので、このまま様子見するか。シャアのナイチンゲールは北上させてここに展開している。12機のジェガン隊を潰しましょう。で、取り逃したイリアですけども、ここは追撃します。これで確実に仕留められるんだろう。ガザシーをここで失うと、この後入ってくるハイニューガンダムのアムロに対抗する術がなくなってしまうので、ここはキュベレイを向かわせておきましょうか。さあ、こんなところですかね。ここにいるのがラーカイラムだな。クラップが残りましたね。削りきれなかった。こっちのクラップは撃沈してます。で、このイリアのサザビのマップ兵器で破壊完了。ここもシャアのマップ兵器で全部潰しましたね。ここもララーのマップ兵器で、あと巡航ミサイルは2機残ってましたね。この2機も潰してしまえば、まずロンドベルの第一波はね、撃退できるかなと思います。おお、撃ってくるね。ガンガン撃ってくるね。これは明らかにラーカイラムからの爆撃だと思うんですけど、早めに潰してしまいたいな。巡航ミサイルはここで撃破します。一旦下げて、この後、アルパでもう一回攻撃を仕掛けましょう。サザービーは、ここで一度回復させます。エネルギーを回復。シャアのナイチンゲルも回復させましょう。これ以上モビルスーツを失うわけにはいかないからな。ブライトのラーカイラも早めに潰したいですね。核をガンガン撃ってきてるんで。敵は、いや、まだ撃ってくるか。核むちゃくちゃ撃ってくんだ。さあ、ミサイルの撃墜には成功してますね。
イルの中に核があった。やるな、ロンドベル。さあ、こっからですよね、こっから。まずはガザ市を守るっていう、なんとも微妙な作戦ですけど、これはマストだからな。本当にね、やられるわけにはいかないっていうね、ガザ市は貴重な盾ともらなってもらう戦力なので、ここは守りましょう、ガザ市を。グラップ級はリゲルでとどめを刺してます。キューベレーが危ないな。貴重なニュータイプ機ですけど、撃墜されそうな予感がするな。お、大丈夫でしたね。戦闘を中断します。助かりました。報告します。アクシズの核パルスエンジン転換に成功しました。さあ、では、アクシズの攻防戦ね、続けてやっていきましょう。記憶とともに。アクシズが微妙に動きましたね。ではアクシズの攻防戦続きです。報告します。ロンドベル隊の新手が出現しました。そのロンドベル隊の新手、ここに出てますね。これを次々と撃破していかなければいけないという状況です。確実に潰しながら味方の損害少なくっていうね、部分で戦っていきたいと思います。ここはパンネル攻撃で仕留めていきましょう。躊躇なくパンネルを使う。ちょっと心配なのがやっぱりこっちだな。キューベレイはもう一度下げざるを得ないので下げましょう。ここだ。このジェガンもまだまだ元気だな。味方のジェガンでどこまで削れるかというと、ちょっとだいぶ怪しいですね。ナイチンゲールをそしたら振り向けるか。ここにサザービーとアルパジールを同時に置いていくのはちょっともったいないですよね。サザービーを右側へと移動させましょう。これで対抗する。左側のジェガン2機、これは撃墜しましたね。ここのジェガンも2機撃墜しましたね。アリアスもレベル20に上げておきたいので、問題はここだよね。ここはこの後サザビーを出して、そのサザビーで撃破していきましょうか。アルパのマップ兵器でグラップ級1隻を撃沈。これはレウルーラ大丈夫か。結構削られるね。ドゥハ持ってかれたな。ロッキーのギラ動画、さらにハイニューガンダム、ハイニューガンダムのこれはマップ兵器ですね。どこ狙った、まずは撃たせるのでいいでしょう。マップ兵器をどんどん撃たせてエネルギーを枯渇させていきましょう。ラーカイラム、まだこんだけあるか。いや、どうする？
ララーで攻撃、普通に攻撃していきますか、ここからは。レズン体を失うわけにはいかないので。あとはレウルーラも一旦下げざるを得ないので、ここからはもうガザシー部隊に頑張ってもらいましょう。エネルギーをね、使わせないというのが一番の目的なので、散らします。レウルーラは一旦下がりましょう。サザビーもちょっと怖いな。一撃死するってことはないとは思うんですけどね。どこを狙ってくるかわからない怖さはありますよね。さあ、これでちょっと様子見しましょう。排入ガンダムをどうやって無力化するかですよね。エネルギー切れを狙うのが一番手っ取り早いので。ブライトのラーカイラム倒すにはまだターン数必要そうだな。さあ、予定通りガザシーをばらまいて、ガザシーでアムロの排入ガンダムを消耗させましょう。自分の未熟さを恨め、戦争なんだ。作戦通りではありますよね。今のところでガザシーを大量投入してしのぐっていうね。じゃあ微妙に届かないか。ここ拠点取りたかったな。そしたらここは砲撃で削っておきましょうか。いやー、下手に排入ガンダムダメージ与えて戻られても嫌だから、こんな塩梅にしますか。ガザシーは変形したところで届かないもんね。排入ガンダムのマップ攻撃が怖いから、ここもやっぱ散らして、主力キャラは前に出さないようにしましょうか。ブライトを撃沈するにはまだちょっとターン数が足りないので、シャーのナイチンゲールを出してこの3機を潰すか。さすがにマップ駅一発、排入ガンダムのマップ駅一発ではやられないだろう。怖さがあるのがアムロの排入のマップ駅と、ブライトのラーカイラムから撃ってくる核ミサイルですね。ラーカイラム、もう一発ですね。もう一発で倒せるかな。よし、敵に拠点は奪われずに済んだ。これでアムロを削ることができるな。うお、一気にガサシーが壊滅状態になったな。排入ガンダムはどんくらい残ってる？ちょっとまだわからないんだな。どうする？ここの拠点は奪われるわけにいかないので制圧しちゃいましょう。で、このラーカイラムはもう確実に仕留められると思うので、どうしようかな。ジェガンをここに置いて守るでしょう。ナイチンゲールは撃沈されることはない。となると、ここにいるジェガン隊が邪魔だな。このジェガン隊を排除しよう。ファンネル攻撃で排除。これ確実に排除できます。となると、こいつだな。ラーカイラブはララーで攻撃しちゃいましょうか。ちょっとエネルギーが少なくなってきてるのか気になるので、そこは頭に入れておきましょう。
アムロの排入を囲む術がなくなってるんだ。広範囲に攻撃をマップ兵器でされるんで、ちょっとバラしときましょうね。やっぱりここはね、思わぬところでだいぶ戦力を失ってしまいましたからね。とりあえず次アムロをここから出さないっていうのがね、重要かな。これでラーカイラム撃沈。私を救ってくれた人のために戦っているの。負けるわけにはいかないのよ。ナイチンゲールでジェガン隊を潰します。負けるわけにはいかない。さすがの火力ですね。あと残ってるのはアムロの排入だけです。まあ、ここは反撃しようが防御しようが潰されるので、まあ、一応反撃だけしてみましょうか。出たな、排入ガンダム。排入ガンダムのマップ攻撃もかっこよかったですよね、さっきね。いきなり格闘仕掛けてくるのか。人は変わっていくものだろう。これでアムロの排入がどれくらい残ってるかですね。パワーだ。まだ半分残ってんのか。やるな。モビルスーツの数が足りなくなってきる。ここはジェガンを使いましょう。で、次、モビルスーツ隊を送り込めるように、ちょっとずつ前進させておきましょう。これでまたね、マップ攻撃を食らうと目も当てられないので、ちょっと注意は必要ですけどね。ちょっと密集しすぎかな。怖さはある。これでちょっと様子見しましょうか。アムロをちょっとずつ削っていくっていうね。レベル20に到達してるな、アムロも。エネルギーがあと半分。この半分をどうやって使わせるかですね。全く削れない。どのタイミングで、ね、その排入ガンダムを潰しに行くかっていうのはね、思案のしどころですね。さあ、では、スイートウォーター暗礁中域の防衛戦を行っておきましょう。では、アムロを倒していきましょうか。パワーはマックス。まだエネルギーは満タンに近いものがありますが、ここで倒しに行きましょう。まずは、大型メガ粒子をぶっ放す。こっからちょっと様子見ですね。アルパージールの大型メガ粒子砲でダメージを与えて、エネルギーも削っていくっていうね。マップ攻撃でダメージを与えて、そこから敵のエネルギー切れを誘ってちょっとずつ削っていきましょう。アルパージールの大型メガ粒子砲、これもマップ兵器です。あ、マップ兵器が効かないパターンか。このパターンもありますよね、確かにね。まだ撃ってくるか。ここ占領されるわけにいかないとはいえ、レズンを失うわけにはいかないので、レズンは交代させる。とにかくここをしのいで守りきるっていうね、
作戦でいきましょう。もうそんなに残ってないからね、敵もね。しっかりと周りを固めてエネルギー切れを誘いましょう。あと、まあ、2回3回は攻撃できないんじゃないかなと思うので、アームロもエネルギー切れをしっかり誘っていきます。損害はでかい、損害はでかいが、アムロももうマップ影響は打てないだろう。エネルギーは枯渇したな。アムロよ、終わりだ。このニュータイプ3人で取り囲むっていうね、こういう感じでいきましょうか。これでアムロはもはや身動きを取ることができない。まあ、レズンも守りきったし、モビルスーツの消耗は思ったより大きく出ちゃいましたけども、アムロは無力化はできそうですね。もう反撃すらできなくなってるな。アムロとララ特に特別な会話はなかったですね。まあララのアルパがこのターンでやられることはないと思うんですけど、それにしたって強いなアムロは。お、ちょっと待ってくれ、大丈夫か、本当に大丈夫か。一旦でやられることはないけど、むっちゃ削られんな、さすがだな。アルパは回復に戻りましょう。もう本当にエネルギー切れでしょう。こっからはシャアでも攻撃していきます。ちょっと様子見しましょうね。ここもね、本当に敵が攻撃してこなくなるかどうか。もう本当にエネルギーないと思うんで、アムロは。私は信じる道を進んでいるの。アムロとシャア、貴様らに邪魔させん。当たらないもんね、攻撃がね、ほとんど。これは強いわ。これでノーマルですからね、難易度。これ、下手に格闘攻撃仕掛けて反撃食らうっていうことはあるのかな？ん？格闘反撃もしてこなくなったな。完全にアムロはガス欠だな。では最後は惨めにガザシーで打ち取りましょう。いや待ってくれ、ガザシーでさ、格闘入らないだろこれ。なので確実にちょっと敵をね、ここからまあもう逃げられる状態ではないですけど、逃がさないっていうことを前提に削っていきましょうか。もう何もできないですからね、アブロはね、ことここに至っては。なぶり殺しにしてやろう。まあ、実際イリアの気持ちも分かりますよね。まあ、アムロの敗入がなんて戦い方を何にもしてこないからね。かわすだけ。いや全然当たんないわ。本当に強い。イリアのサザビー、トシャーのナイチンゲールでこれから格闘ですね。やたらなすぎんだろ、これ。全くって言っていいほど当たらない。では、次のターンに持ち越します。戦闘を中断します。よし、
アムロは無力化しましたので、これで第1波を撃退成功です。第1波は引き上げたようだ。報告します。で、ムサカ級のことですね。7-2から核を搬送していた部隊が到着しました。総帥、お待たせしました。核を積載した艦も間もなくアクシズに入ります。よし、ハイニューガンダム鹵獲。ニューガンダムを鹵獲したとの報告が入っています。ガンダム？ガンダムのパイロットはどうした？それが、モビルスーツダッシュに成功したことで、アムロを遺棄したのか。戦闘区域に遺棄してきたとのことです。そうか、まだまだ若いな。ユネイには後で私から言ってやるでしょう。この件は不問に付す。いいな。はっ。ユネイめ、余計なこと。開発部からの報告が届いています。鹵獲したニューガンダムを解析すれば、我が軍でも同型機を開発することが可能になるとのことです。これニューガンダムを開発部に回しても技術レベルが足りなくて、しばらくの間生産できないので、開発部へ回さずにそのまま使います。了解しました。ニューガンダムはアクシズの格納庫に係留しておきます。総帥、レウリューラの監視カメラが連邦軍の艦艇らしき移動物体を捉えました。相当数の部隊がアクシズへ向け移動中のようです。ロンドベル隊と合流されると作戦の完遂が困難となります、はい、ではアムロのハイニューガンダムを捕獲しましたので、これうまく使っていきましょうというところで、じゃあ今回はねここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをまたプレイしていきたいと思います。総帥、アクシズ区域にロンドベル隊の第2波が出現しました。来たか。モビルスーツ隊は艦隊の前、はい、次回はロンドベル隊の迎撃戦からですね。まあ、こちらもちょっと消耗が激しくなってきていて、ここにいるのはハイニューガンダムじゃないか、しかも2機。これらをちょっとね、うまく対処しなきゃいけないかなとは思います。